24年、買い物から帰り道、3月10日日曜日、向こうの方で、住宅の横、淡いケースが住んでる愛の第一ターンハイツの横を通り過ぎるときに本を鳴らしていた車、曲がっていってそこに止まってる。昔もそう。これ、26年くらい前から。もうそれは同じようなこと、何回もされてる。シルバーの車だから向こうやね。1951神戸、504を中男性、茶髪の男、何か向こうは電波で聞こえてきていたのか知ってるっていう口の動き方、マスクはしますけど、多分マスクしてるから、多分何回も喧嘩売りに来てるんだと思う。自宅の横で本鳴らして嫌がらせ、何回もしてきた人間だと思う。で、これはもう完全に路上駐車。神戸551、いやー、点点点17、こう交差点、駐停車禁止。で、買い物行く前にこの車見かけています。神戸551、いや点々17。たくさん集まってきすぎや本当に。で、多分もう何百回と喧嘩打ってきてるんじゃないですか、通算で。駐停車の車は、まあ、知らないですけども、さっきの住宅の横で本鳴らした人間。